トーマス・クルフォードはアメリカ合衆国の19世紀初めの彫刻家である。アメリカ合衆国議会議事堂のドームの上端に飾られた自由の像などの作者として知られる。合衆国議会議事堂の自由の像ニューヨークでアイルランドからの移民の息子として生まれた。絵画や木彫を学んだ後、19歳で彫刻家のフレイジーとラウニッツの弟子になった。 1834年に海外に修行に出て、1835年からローマに住み、ラウニッツの紹介で、デンマークの有名な彫刻家、ベルテル・トルバルセンの下で学んだ。主にヨーロッパに住んでいたが、重要な作品はアメリカに設置されている。代表作は、アメリカ合衆国議会議事堂ドーム上の自由の像の、他に、リッチモンドにある起乗するジョージ・ワシントンの像などがある。 ロンドンで死去した。1844年に銀行家の娘と結婚し、4人の子供が生まれた。娘の一人、メアリー・クロフォード・フレイザーは、外交官のヒュー・フレイザーと結婚し、北京、ウィーン、ローマ、サンチア語で過ごした後、来日し、5年間の日本滞在の後、英国公私夫人の見た、明治日本などを表した、著述家になった。 息子のフランシス・マーリオン・クロフォードも歴史小説などを書いた小説家になった。ありがとうございます。